中山競馬、11レース、長槻ステークス、1200です。能力偏差値ですが、A ランク1頭、B ランク2頭、C ランク2頭のレースとなります。これから偏差値上位場の適性分析を、指数グラフで解説していきます。最後に、適性を反映した予想印を公開します。それでは指数グラフへ切り替えます。指数グラフの基本的な見方ですが、横軸は、 日付の時系列、右端が今回のレースとなっています。指数は青色の折れ線で表されます。黄色線は連帯目安ラインとなります。この黄色線を上回っていれば高指数と判断できます。その他の競争条件も同時にプロットされていますので、様々な適正分析が可能です。例えば、3走前の競争条件を見ていきます。距離は紫色の丸です。 3走前は1400メートルとなります。一角通過順位はオレンジ色の四角です。3走前は1番手となります。着順はピンク色です。3走前は3着となります。馬場状態はグレーです。3走前は両馬場となります。開催場は指数の上の数字または漢字です。3走前は京都となります。馬体重変化は黒色です。それでは指数グラフを使い解説していきます。 暫定20丸を打っています。7枠12番サンライズアムールです。能力偏差値はトップで偏差値ランクは a ランクとなります。金5層では前走3層前。走前4。走前5。走前に黄色線を上回っています。特に前走は黄色線を1に上回る優秀な指数をマークしています。能力的には一歩リードしています。連帯確率は高いです。距離適性を見ていきます。 距離は紫色の丸です今回は1 2 0 0ルとなります指数がピークとなっているところを見ていくと1層前はオレンジ色の着順が1着で紫の丸が1400 4層前はオレンジ色の着順が2着で紫の丸が1200 1400が敵距離ですが1200も守備範囲です展開面を見ていきます先行力分析シートに切り替えて 一角侵入予想図により、レース展開予想を解説します。右側の一角侵入予想図ですが、逃げ馬が4頭います。先行タイプが4頭います。この一角侵入予想図の状況からは、ハイペースが予測できます。先行勢の総崩れのリスクを考慮した方がいいです。指数グラフに戻って、この馬の客室を見ていきます。一角通過順位は、オレンジ色の四角で表されます。 指数がピークとなっているところを見ていくと1走前は花を切っての競馬です4走前は5番手からの競馬です逃げ先行が良いタイプです展開分析シートを見ていきます先行力は97でトップです上がり指数は55でトップです楽に先行できる高い先行力を持っていますハイペースは大きなリスクになりそうで展開面は若干のプラス評価をしていいです馬体重を見ていきます 馬体重は黒色の折れ線、馬体重の黒線と指数の青線が正比例しています。明日も馬体が増えていればプラス評価していいです。レース間隔を見ていきます。横軸一目盛りが2週間の1開催を表します。今回は19週間の休み明け初戦になります。鉄砲が効くか大きなリスクがあります。レース間隔はマイナス評価していいです。次の馬を解説していきます。 暫定丸を打っています8は94番アドバンスファラオです能力偏差値は2位で偏差値ランクは B ランクとなります金5層では前層5層前に黄色線を上回っています能力的には2番手グループの一角で連体資格は十分です距離適性を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと1層前は紫の丸が1400 5層前は 紫の丸が1400。1400が適距離ですが、4層前の紫の丸、今回と同距離の1200では、低指数となっています。1200は若干短い可能性が高いです。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、1層前は花を切っての競馬です。5層前は花を切っての競馬です。花を切って逃げが必須のタイプです。展開分析シートに切り替えます。 先行力は62で9位です。上がり指数は41で11位です。先行力は全く評価できません。逃げられない高いリスクがあります。ハイペースは大きなリスクになりそうで、展開面はマイナス評価した方がいいです。馬体重を見ていきます。馬体重の黒線と指数の青線が正比例しています。明日も馬体が増えていればプラス評価していいです。レース間隔を見ていきます。 今回は15週間の休み明けからの叩き2戦目となります叩き2層目の上積みを期待できますレース間隔はプラス評価していいです次の馬を解説していきます暫定黒三角を打っています4枠6番パウオレです能力偏差値は3位で偏差値ランクは b ランクとなります金5層では前層5層前に黄色線を上回っています能力的には 2番手グループの一角で連体資格は十分です指数の青線の傾向を見ていきます指数の山と谷が交互に来る傾向があります交互タイプなら今回は指数を下げる順番です距離適性を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと1層前は紫の丸が1150 3層前は紫の丸が1200 1150が適距離ですが 1200も守備範囲です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、1層前は6番手からの競馬です。3層前は3番手からの競馬です。中段より前目からのちょい差しが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は73で5位です。上がり指数は48で7位です。先行力、上がり指数とも平凡で、差せないリスクも若干あります。 展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。次の馬を解説していきます。暫定白三角を打っています。6枠10番、鈴鹿小手機体です。能力偏差値は4位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では、2層前に黄色線を上回っています。能力的には、2番手グループの一角で、連体資格は十分です。距離適性を見ていきます。 指数がピークとなっているところを見ていくと、2層前は紫の丸が1200、1200は適距離です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、2層前は後ろから、後方からの差し、追い込みが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は55で12位です。上がり指数は52で2位です。まずまずの上がり指数で、差し足を見せられそうです。 ハイペースも味方しそうで展開面はプラス評価していいですレース感覚を見ていきます今回は24週間の休み明け初戦になります鉄砲が効くか大きなリスクがありますレース感覚はマイナス評価していいです次の馬を解説していきます暫定罰を打っています1枠1番チェイスザドリームです能力偏差値は5位で偏差値ランクは C ランクとなります金5層では 黄色線を上回ったことがありません。能力的には、上位馬には一歩劣りますが、連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、昨年の12月は、紫の丸が1200、1200は適距離です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、昨年の12月は2番手からの競馬です。後位からの競馬が良いタイプです。 展開分析シートに切り替えます。先行力は75で3位です。上がり指数は41で10位です。まずまずの先行力で、好位につけられそうです。ハイペースは大きなリスクになりそうで、展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。次の馬を解説していきます。暫定黒の星を打っています。6枠11番、順民ダムです。能力偏差値は6位で、 偏差値ランクは D ランクとなります。金5層では黄色線を上回ったことがありません。能力的には上位馬には劣ります。3着候補までで良いと思います。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、一層前は紫の丸が1200、2層前は紫の丸が1200、1200は適距離です。展開面を見ていきます。 指数がピークとなっているところを見ていくと1走前は7番手からの競馬です2走前は4番手からの競馬です中段より前目からのちょい差しが良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は74で4位です上がり指数は50で6位です先行力上がり指数とも平凡でさせないリスクも若干あります展開面のリスクは少ないですが大きくは評価できないです 次の馬を解説していきます。暫定黒の星を打っています。8枠15番、茂補佐役です。能力偏差値は7位で、偏差値ランクは D ランクとなります。金5層では、2層前に黄色線を上回っています。能力的には、上位馬には一歩をりますが、連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、2層前は、 紫の丸が1150 1150が適距離ですが3走前の紫の丸今回と同距離の1200では低指数となっています1200は若干長い可能性が高いです展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと2走前は5番手からの競馬です中段より前目からのちょい差しが良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は70で7位です 上がり指数は40で12位です先行力上がり指数とも平凡でさせないリスクも若干あります展開面のリスクは少ないですが大きくは評価できないです過去1年間の対戦成績を見ていきます暫定20丸を打った12番の対戦成績は有力馬との対戦成績は多場と遜色ありません暫定丸を打った14番の対戦成績は有力馬との直接対戦がありません 評価対象外です暫定黒三角を打った6番の対戦成績は有力馬との対戦成績は束と遜色ありません暫定白三角を打った10番の対戦成績は有力馬との対戦成績は束と遜色ありません暫定罰を打った1番の対戦成績は12番に対し0勝2敗6番に対し0勝2敗と負け越しています1番の対戦成績にはリスクがあります 以上の適性分析を考慮しました。最終の予想印です。本命二重丸を打ったのは12番サンライズ・アムールです。能力偏差値はトップの A ランクです。レース感覚にリスクはあります。展開を高評価しました。対抗丸を打ったのは6番パウオレです。能力偏差値は3位の B ランクです。調子にリスクはあります。黒三角を打ったのは14番。 アドバンスファラオです。能力偏差値は2位の B ランクです。距離と展開にリスクはありますがレース感覚を高評価しました。白三角を打ったのは10番鈴鹿子敵隊です。能力偏差値は4位の C ランクです。レース感覚にリスクはありますが距離と展開を高評価しました。バツを打ったのは11番ジュンウィンダムです。 能力偏差値は、位の D ランクです。距離を高評価しました。以上、指数グラフメソッドによる能力、適正予想の例を紹介しました。指数グラフに加え、新聞コメントや調教などの情報も加味すれば、必ず回収率向上につながります。ぜひ、指数グラフメソッドをお試しいただき、ご自分なりの予想方法を確立いただければ幸いです。次に 全レース公開の PDF に掲載しておりますシンプルグラフを紹介します。それではシンプルグラフへ切り替えます。シンプルグラフは表示範囲を過去5層に絞り指数グラフより簡易に能力判断、適性分析が可能となりなます。シンプルグラフの見方ですが過去5層の指数を青色の折れ線で表しています。四角の中の数字は着順を表します。黄色線は連帯目安で この黄色線を上回っていれば連帯確率が高い指数となります。下部にはコース情報を表しています。上部にはレース間隔を表しています。それではシンプルグラフにて評価上位馬を解説していきます。20丸を打ったのは7枠12番サンライズアムールです。過去5層の指数を見ていきます。1層前は京都1400にて黄色線を1 2上回っています。2層前は黄色線を6下回っています。 3層前は京都1400にて黄色線を4上回っています。4層前は今回と同距離の阪神1200にて黄色線を5上回っています。5層前は今回と同距離の京都1200にて黄色線と同じ指数になっています。次の馬のシンプルグラフへ切り替えます。丸を打ったのは8は94番アドバンスファラオです。過去5層の指数を見ていきます。層前は中京1400にて 黄色線を9上回っています。2層前は黄色線を16下回っています。3層前は12下回っています。4層前は7下回っています。5層前は京都1400にて、黄色線を6上回っています。次の馬のシンプルグラフへ切り替えます。黒三角を打ったのは、4枠6番、パウオレです。過去5層の指数を見ていきます。1層前は福島1150にて、黄色線を3上回っています。 2走前は黄色線を15下回っています。3走前は2下回っています。4走前は16下回っています。5走前は今回と同条件の中山1200にて黄色線を2上回っています。次の馬のシンプルグラフへ切り替えます。白三角を打ったのは6枠10番鈴鹿子敵隊ですす過去5層の指数をを見てていいきまま前は黄色線を15下回っています。 2層前は今回と同距離の京都1200にて、黄色線を6上回っています。3層前は7下回っています。4層前は6下回っています。5層前は8下回っています。次の馬のシンプルグラフへ切り替えます。×を打ったのは、1枠1番、チェイス・ザ・ドリームです。過去5層の指数を見ていきます。1層前は黄色線を28下回っています。2層前は21下回っています。 3走前は16下回っています。4走前は1下回っています。5走前は20に下回っています。以上、偏差値上位馬をシンプルグラフで解説してきました。この統一指数によるシンプルグラフは、全レースをノートにて公開しております。全場のグラフを1ページに配置し、一覧性を高めております。全レースの PDF の入手先は、この動画の注釈にリンクがありますので、ぜひご利用ください。 最後に、ノートにて公開しております。全女、全レースの指数グラフ PDF をご紹介いたします。ノートの URL はこの動画の説明文に記載しておりますので、ぜひご利用ください。このシートは、過去5層の出走履歴と統一指数を一般的な馬柱にて表示したものです。次のシートです。このシートは、動画で紹介しております指数グラフの各馬の一覧です。 過去1年のの出走履歴とと指指数数をプロットしているフフルバージョンの指数グラフとなります次のシートです。このシートは、過去5層に絞ったシンプルグラフとなります。まずは、このシンプルグラフでの能力判断から始めてみてはいかがでしょうか。次のシートです。このシートでは、上部の表はレース予想動画でも紹介しております。適正分析後の評価一覧となります。指数グラフから読み取れる各種適正について表示しております。 下部の表は、展開分析のデータとなる、各馬の先行力とその順位、各馬の上がり指数とその順位となります。右隣は一角通過予想図となります。次のシートです。このシートは、推奨レースの動画紹介しております。全レースの本命馬について、勝利確率、推奨ランク、適性と能力比較ごみの推奨リスクを表示しております。 この推奨リスクを参考に馬券戦略を練ってみてはいかがでしょうか。